ヒョ今日も楽しくゲーム実況プレイは大胆かつ慎重プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はいどうも皆さんこんにちはこんばんはミヒトです。今回はですねリネージュ2レボリューションやっていきたいと思います。今回はですね昇級石についてです。昇級石っていうのはですね、これですね、この3つの紫色黄色、何色っていうのかなオレンジ色のアイテムなんですけども、紫色が、武器の昇級石です。黄色が、防具の昇級石で、オレンジ色が装飾品の昇級石となっておりまして、そもそも昇級石ってなんやねんっていう感じなんですけども、これはですね、鍛冶屋でよく使うアイテムなので、鍛冶屋でですね、ランクアップ、まあ、ちょっと今、武器じゃねえな、装備品のレベルがマックスじゃないのでできないんですけども、Sレアからね、例えばこの、ちょっと見えないよナイトメアアーマーこいつをレア度を上げようと進化させようという時に使うアイテムですね。まあ、リネージュ2レボリューションって進化、レアリティを上げる方法が2つあってランクアップっつって、今言った昇級石を使ってランクを上げる方法、もう1つが合成といって、同じレア度のアイテム同じレア度でプラスレベル30になってるアイテムを合わせて、なんていうんですか、レア度を上げるっていう方法があるんですけども、ですね、昇級石を使うと、背景が赤くなったり青くなったりしないって話ですね。例えばですよ、このブルーウルブズブーツを、ブルーウルブズグローブを使って、合成した場合、合成した場合だと背景にね色がつく可能性があるみたいですね。ただ昇級石を使った場合はそういうことがないみたいなので、できることならね、できることならその合成じゃなくて違う、なんだっけ合成合成でレアリティを上げた方がいいんですけども、 S レアあたりになるとさ、もう課金とかでね、ガチャで引いてないとさ、もう辛いじゃん。なのでね、僕、まあ、背景装備一つもない中ね、頑張っているんですけども、昇級石もですね、それぞれ必要になる数が変わっておりまして、ノーマルランクだと3個。HN ってどういう意味なんだろうね。N がノーマルでしょ、 HN ちょっと分かんないけど、ハイノーマルからな、ハイノーマルからレアにするのが5個必要でして、レアからハイレアかなにするのに10個、ハイレアからスーパーレアにするのに20個、スーパーレアからウルトラレアにするのに30個必要でして、はい、なかなかねちょっと集めにくいんですよね、このアイテム持ちにくいんですよ、ドロップしにくいんですよ。でもねそんな中ね集める方法もちゃんとあります。集める方法としてはですね、このダンジョンの、ノーマルダンジョン、曜日ダンジョンがですね、昇級石集めにもなっております。火曜日が武器昇級石、木曜日が防具の昇級石、土曜日が装飾品の昇級石集めになっておりまして、日曜日はですね、ランダムじゃないね、自分の好きな欲しい昇級石を選択できる、曜日ダンジョンとなっておりまして、いや、これは、日曜日最高ですよね。日曜日最高なんですけども、まあ、基本、曜日ダンジョンで集める感じかなと思います。で、もう一つはですね、もちろんこういうモンスターなどを倒して手に入れるドロップですな。まあ、それなりにね、ドロップ率は低いですよ、もちろん。もちろん低いんですけど、まあ、落ちることもあるよと。ただまあ今まで一度も落ちたことないんですけどね、僕ね。74までレベル上げたけど全くですね、はい。で、もう一つの方法がですね、占領ショップということで、決明のですね、この右から2番目にあるやつなんですけども、まあ、要塞戦隊今もう開催されてるじゃないですかね。あれでどっか占領している時に限って買うことができるみたいです。
これですな。ノーマルランク以上の要塞占領時に購入可能ということでね、1日に3個までを手に入れられるみたいですね。あー、これなかなかいいやん。これなかなかいいやん。ちょっとどっか占領しに行きますか。ちょっとギルド決めでね、やっていきますか。って感じなんですね。はい。まあ、あとはね、あの課金でも手に入れることができるとのことです。どこだろうか。パック、ああパックですね。昇級席ライトパックっていうのがねありまして、こういうので、ね、あの昇級席を手に入れることもできます。ただ無課金にで手に入れるなら曜日ダンジョンか、普通に敵を倒しまくって落とすかって感じですかね。ということで今回昇級席についてちょっと紹介させていただきました。私ね、昔ね、これエスレアのデュアルダイナスティーソードで始めたんですけどもね、ウルトラレアにするのに30個集めましたよ、この武器昇級席。もうね、辛かったね。火曜日だったかな、火曜日のね、ダンジョンをね、1日に3回くらい行ったから、もうおかげでレッドダイヤが大変なことになったんですけど。まあね、あの集めるのはなかなか大変なんで、できることなら合成の方がいいんですよ。だって背景装備になる可能性もあるからね。だからね、あの絶対に合成じゃないとダメってわけじゃないけど、楽しめればいいじゃんって感じたんですよ、僕は。だからね、あの別に昇級席でランクアップしても大丈夫かなっていうのがあるんでね、皆さんもね、ぜひやってみてはいかがでしょうか。少しでも参考になれば幸いです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。